高校生になった私は何か新しいことを始めてみたい。けど私って何ができるんだろう。そう思った時、ライフセービングの体験会に誘われた。私は走るのが苦手で、できるのか不安だったけれど、先輩たちが優しく丁寧に教えてくれたから、苦手なことにも一歩踏み出せた。実際にライフセービングの体験をしてみて気づいたこと、それは苦手なことも仲間がいれば挑戦できるということ。そして仲間がいることでその楽しさに気づけるということ。高校生になった僕は何か新しいことを始めてみたいけど、何をしたらいいのか分かんねえよ。そう思っていた時、友達に誘われたライフセービングの体験に行くことにしました。ライフセービングって泳ぐだけじゃなくて、こんないろんな道具を使ったりするんだ。僕は泳ぐことができないし、海も怖かったけど、先輩たちが優しく教えてくれて、一緒に海に行ってみた。実際にライフセービング体験をしてみて気づいたこと、それはライフセービングって泳ぐことが全てではないということ。そして海は危険な場所ではなく楽しい場所なんだということ。この体験を通して僕にはやりたいことが見つかった。私には新しい仲間ができた。いいじゃん。ライフセービング。